いよいよ発売まで1週間を切った選ばれしサードシングル、バスケットクイーン。メンバーのみんな、さぞかし気合が入っているんだろうね。お、やってるやってる。でもストレッチして何するつもりだ？イベント会場にも見えないし。あ、あ、いた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 。今回サンロッカーズ渋谷さんの練習場にやってきました。はい、選ばれしがやってきたのは千葉県柏市にある体育館。なんとそこにはプロバスケットボールチームサンロッカーズ渋谷の選手が。なるほど、バスケットクイーンにちなんでプロの選手に PR しようって魂胆か。あのバスケットクイーンのミュージックビデオをご覧くださった皆さん分かると思うんですけれども、うん、私たちね、選ばれとてもとてつもなく弱小チームでございまして、あのみんなにね体育館を奪われちゃったんですよ。だから私たち練習するためにも今日ここの体育館ちょっと奪い取りに行きましょう。みんなで行こうよ。ランちゃん勇気あるね。だってみんな強くなりたくないの。じゃあもう登場やぶりじゃん。ということで緊急企画、選ばれしリアル体育館を取り戻せの巻。おいおい、道場破りって意気込んでたけど勝算あるのか。大食い勝負なら勝てるんじゃない。なるほど。って燃えやついないじゃん。そして対するは渋谷区をホームタウンとするサンロッカーズ渋谷。なんとバスケの天皇杯オールジャパン2015の覇者。シーズン真っ只中にもかかわらずよくこのロケ引き受けてくれたな。感謝感謝。じゃあまあ選ばれしガツンといっちゃえ。手首が、おっ、すごい。あれれ、完全に見とれちゃってるね。早く行けよ。頼む。さあ今回選ばれしのお相手をしてくださるのは、身長198センチ、日本代表としても活躍する三原勇気選手。そしてスリーポイントシュートを得意とする大塚優斗選手。対決前にまずは敵の情報を探ってみよう。はい、私あの筋トレがすごい趣味で好きなんですけれども、なんか私たちもできそうな、なんかいい筋トレとかってありますか。そうですね、多分重いものを持ったりしなきゃいけないのはジムに行ったりする時間が必要だと思うので、自分の体重を使って腕立てだったりこう、まあ、スクワットだったり、家でもできると思うので、だいたいそれを僕たちは20回最低を2セットから3セットぐらいやるとこのような体になります。すごい。20回で。そうですね、うちのチームでは最低20回、自分の体重でやるトレーニングは20回ぐらいが多いです。すごい。筋トレ全然やってないからね。やんなきゃ、みんなやんなきゃ。だから弱小チームなんだよ私たち。ごめんなさい。じゃあちなみにそのバッシュ履くときって、なんか右足から履くとか左足から履くとか決まってますか。僕は必ず左足から履きます。なんいや理由は覚えてないですけど、その始めた時からずっと左足から履いてます。ズボン履く時も左足から。リリも今日足左足から履いてます。私右だわ。右かもしれない。バラバラ。自分も左から、はい、左から、はい、なんでだろう。なんで、なんで。理由はないですけど、はい、自然と今はもうでも右足から靴履いたりするとちょっと、あ、今日ダメな日かなって思っちゃう。それぐらいなんか無意識であるんですけど、まあ意識して。すごい。はい。あの好きな食べ物とか、今日じゃあ朝ごはん何食べましたか。朝ごはん焼きおにぎり食べました。あー美味しい美味しい。自分で作るんですか料理とかって。あ、いや、僕結婚してるので、はい、作ってもらって。わー焼きおにぎり素敵。何食べましたか。朝ごはんですか。はい、僕普通に納豆ごはんです。あー納豆です。ちなみに
アイドルとかって好きですか？アイドル、はい。この中で一番タイプって誰ですか？そうですね。どうですか？僕ですか？いや、皆さん美人なんで、ちょっと一人イケメンのは。ちょっと待った！あんたたち、何をキョヨヨとしてんだよ。私たちは体育館を奪いに来たんだよ。忘れたの？もうここからは、大塚プロと三原プロの一緒にここからフリースロー対決したいんですけど、いいですか？はい。もうこれ負けたら、体育館奪いますからね。全然いいですよ。全然いいです。すごい余裕なんだ。勝ちたい。じゃあ僕が勝ったら、はい、ボール何個かあるんでボール磨きして入ってください。勝つ。絶対勝つということで、選ばれしサンロッカーズ渋谷フリースロー対決。めちゃくちゃうまかったっすね。ごめん。